ね。もう、からかわないで。雪風はこんな感じだったかしら？バーン！雪風はこんな感じだったかしら？バーン！どこを見ているのかしら？任務はちゃんと確認しなさい。みんな、行きますよ。よし、ドローンの通信機能がつながったみたいだな。ちょっと、さっきの茶番は何なのよ。しょうがないだろう。あの場の状況は監視カメラで録画されていたみたいだからな。ええ、ベーレンも一枚岩ではなくて、あの場にもノマドの息がかかっていたのよ。ベーレン内における真ノマド派と反ノマド派の派閥争いですね。アサギ先生の反応を見る限り、ジェームズは反ノマド派のようでしたが。彼は信頼できる筋から紹介してもらったから安心していいわ。だから私たちは任務に集中しましょう。本当の任務内容の説明は調査隊の隊長がしてくれるわ。あ、そこから安全な施設内でも本当のことを喋れないなんて面倒ね。ねえ、フーマ、この通信は大丈夫なの？ああ、ベーレンの衛星ではなく、日本の衛星を経由して会話しているからな。まず、下水のゾンビを片付けながら、行方不明になった調査隊を見つけてくれ。了解、特務中隊、これより任務を開始する。こちらの準備は万全よ。しばれ横島なる策縛。せっ落下流水。
だし、やっぱりゾンビが強くない？みんな、行きますよ。この先で音声を拾った。どうやら生存者のようだ。あれ？調査隊が行方不明になったのってもっと先じゃなかった？ここまで逃げてきたのかもしれないな。だがそれにしては出口とは違う方向へ逃げているようだが、もしかしたらベーレンとは無関係の生存者の可能性もある。まあ可能性はかなり低いだろうが。全員、ゾンビの数体がこちらに気づいたようだぞ。戦闘を開始する。生存者の保護を優先し、ゾンビの集団を突破するんだ。了解。縛れ。ラスト。お疲れ様です。まだよ。誰？その装備、あなたがゾンビの行動を調査していて行方不明になったというベーレンの調査隊の一人か。井川あさぎさん。縛れ！せん！縛れ！肩車！ふっ！Wow.
ちらの準備は万全よ。しばらく残しながら作られる。作戦通り、今こそが好機よ。戦闘終了。みんな、行きますよ。しばらく、横島なる策縛。はっはっ、と。こちらの準備は万全。しばらく横島なる策縛。やっ、えっ、落下流水。やっ、えっ、やっ、やっ、これで終わりよ。せやっ、作戦通り、今こそ攻撃よ。妖艶舞踏。みんな、行きますよ。みんな、この一団で最後だ。気を抜かずに頑張ってくれ。了解。風魔くんも周囲の警戒を怠らないようにね。はい、
だってさっさと終わらせてこの臭い地下から脱出するわよ。だね、早く帰ってシャワー浴びたいね。気を抜きすぎるな、雪風さくら。了解。それじゃあ最後の大暴れと行きますか。縛れ。今こそが好機よ。水遁の術、妖艶舞踏。